あれ？どうしたんでやんす？あ、うん。あ、今日でホッパーズを退団するんでやんすね。ライバルのナマズでやんすね。でもあそこは水木さんたち知り合いがいっぱいいるから寂しくなんてないでやんすよ。うん。今までありがとうね。何言ってるんでやんすか？またグラウンドで会えるでやんす。それもライバル同士でやんす。昨日まで同じ仲間だったのに、明日からライバルになるなんて最高でやんすよ。っていうね、めっちゃいいこと言ってるユダくんなんですけど、ユダくんじゃなくて、アキラくんのイベントを今回見ていきたいと思います。燃える展開でやんす。そうだね。僕もユダくんに負けないようにナマーズに行っても頑張るよ。その意気でやんす。お互い頑張るでやんす。ありがとうユダくん。そうでやんす。選別にこれをあげるでやんす。それは模型のウダ、ウダマニュラでやんす。え、こんなレアだ。世界に80個しかないのに。あげるでやんす。そうなのか？大事なものじゃないのか？いいでやんす。オイラとアキラが仲間だった時の記念でやんす。ありがとう。僕頑張るよ。いや、いい話ですな。みんな知ってると思うが、今日からこのチームにクラガリ・アキラがやってきた。試合で戦ったことがあるかもしれないし、俺とは昔同じ釜の飯を食った仲間だ。みんなよろしく頼むぞ。アキラからも一言頼む。今日からナマズの一員として頑張ります。登録名もクラガリからアキラにして、心機一転ガンガン行きたいと思います。アキラさんよろしくでやんす。おいらにプロのテクニックをいっぱい教えてほしいでやんす。先輩なのか。あ、ユダ？ああ、気にすんな。俺も勘違いしたか別人だ。そうなんですか。アキラさん、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしく。先輩っぽく言ってる。アキラさんってお父さんも野球選手ですよね。うん、そうだけどよく知ってるね。いや、俺も人から聞いたんですけど、でもモグラーズの初優勝時のメンバーで最高の内野手だったそうじゃないですか。そうか、ありがとう。暗い。暗いぞ、なんか。あ、こんにちは。あ、どうも。あ、愛ちゃんってそっか。幼少期のアキラくんを知ってるわけか。最近調子はどう？ええ、まあまあですね。そのようね。登録名を変えたから生まれ変わった気分なんじゃない？ははそうですね。応援してるから頑張りなさいよ。ええ、いつもありがとうございます。お父さんにもお世話になってます。堅苦しいわよ。いえ、すみません。あ、アキラさんだ。土田さんと仲良く話してるな。以前からの知り合いなのかな。あ、ゆき、どうした？あ、いえ、アキラさんも寮生活なんですか？うん。無駄にお金は使いたくなかったから無理ってここに入れてもらったんだ。お金を貯めてるんですか？いや、単に貧乏性なだけだよ。そうなんですか？昔貧乏だったからその癖が抜けなくてね。そうだよな。苦労したんですね。そうでもないよ。貧乏でも楽しかったからね。そんなものなんですか？あ、そんなものだ。でもお父さんはプロ野球の一軍選手だったんですよね。それなのに貧乏だったなんて間違いね。僕は子供だったから詳しくは知らないけど、いろいろ事情があったみたいなんだ。貧乏が見ついてたからね。そうなんですか？あ、でも貧乏って言ったって、まさか絵に描いたハンバーグをおかずにご飯を食べたりなんてしてないですよね。ギクしてましたね。まさかそんなことないよ。はは、何言ってるんだよ。それじゃ漫画だよ。はははは。そうですよね。そうだよ。はははは。実際その状況だったからな。すごいよな。アキラくんには栄養のあるものを食べさせてあげないとね。昔は絵に描いたハンバーグでご飯食べてたもんね。かわいそうだよな。アキラさん、今暇ですか？ああ、暇だけどどうした？いえ、最近伸び悩んでるんですけど、どうしたらいいんでしょう？僕みたいに登録名を変えてみたらどうだ？え？そんなので野球上手くなります？なるんじゃないか？だってヤバくなったりしたら名前変えて逃げるだろ？また一から頑張れんだろ？え？ん？どうした？何の話をしてるんですか？え？伸び悩んでるんじゃないのか？そうですけど、何か違うような気が。そうか？はい。まともな解決が来ないな。よう、あ、何です？今からトランプしないか？パポケ8でもやってたな。え、二人でですか？うん、ポーカーとかですか？違うよ、ババ抜きだよ。え、二人でババ抜きですか？え、死並べでもいいけどどうする？グダ君も呼んで三人でしませんか？三人だとややこしくなるじゃないか。いや、二人だとつまんないだろ。そうですか、三人の方がゲーム性が増しますよ。ゲームとかそういうのはどうでもいいんだよ。トランプしようぜ。はい。かわいそう、後輩だから言えないからな。夜遅くまで二人でババ抜きをしました。面白くなかった。まあでも8の主人公も断れなかったからな。アキラさん、何をしてるんですか？いや、腹が減ったから料理の方を見てたんだ。そんなことしたら余計にお腹が空きませんか？間違いない。いや、そんなことはないよ。むしろお腹がいっぱいになるぜ。なんでだよ。そうなんすか？そうだろ。あれ、ならない？なりませんよ。おかしいな、こうやって育ってきたんだけど。いや、あなたの育った環境が異常すぎるんだよ。これって間違ってんのか？少し。はは。育った環境って恐ろしいな。僕は昔からこうやってたんだ。苦労してたんですね。だからそういった哀れみの目で見るなよ。これが僕には普通だったんだ。あー、そうっすよね。うん、そう。普通だよ。絶対普通じゃないよ。これでプロ野球選手になれたってすごいよな。体どうやって作ったんだろうな。よう、アキラ。あ、水木コーチ。お前、秀子ちゃんはどうしてる？元気なのか？はい。姉は元気にお医者さんをやってますよ。そうか。医者になるのが夢で頑張ってたもんな。水木さんや皆さんのおかげです。はは。俺は何もしてねえよ。いえ、姉もそうですけど、僕も随分お世話になりましたよ。なったよ。
そんなもんはもう忘れたよ。いいやつだな。立派な大人になったんだ。それでいいじゃないか。ありがとうございます。何の話をしてるんでやんすか？おいらも立派な大人になりたいでやんす。え？なんだお前？何でもおいらに言いつけるでやんす。おいらもアキラさんのようにエコひいきされたいでやんす。おう。俺がそんなことするやつに見えんのか？見えないでやんす。なら今から俺がお前に言うことは分かっているよな。グラウンド10周でやんすね。いや、人の話を立ち聞きしていたから20周だ。そっちで立ち聞きしてたお前も20周だぞ。巻き込まれた。はーい、バレてたよ。どうしたんです？ニコニコして。昨日ばったり小学校の時の同級生に会ったんだ。パワポケ3とか4時代か。女の人ですか？まあな、随分綺麗になってたんだ。いいですね。でも彼女困ったことがあるみたいで色々相談に乗ってたんだ。そしたら気がついたらさ、今朝だよ。お前パンパンしただろ、それ。一晩中？やりますね。何勘違いしてるんだよ。単に相談に乗っていただけだよ。それはどうなの？男として成人男性。そうなんですか？うん、そう。浮ついた話ではない。それは残念ですね。でも今日も会う約束してるんだ。それはチャンスですね。お前もそう思う？思いますよ。期待していいかな？期待してくださいよ。絶対金取られるこれ。なんでやんす？あの二人。さあな。ほら。お前は腕立てあと30回だ。どほほーでやんす。寮の中でもお前トレーニングしてんの？あ、そういえばこの間言ってた同級生の女の子のことどうなりました？ああ、あの子ね。あれ？どうしたんです？いや、相談には乗ったんだけど、彼女どうも商売に失敗して困っていたみたいなんだ。ああ、相談ってそういうことだったんですか？まあ僕も野球選手だからそこそこお金はあるよ。でも5000万はちょっとな。ダメでしょ。5000万すごい大金じゃないですか。うん、そうだよな。僕もそんなに貯金なんてないしな。で、どうしたんですか？僕もお金がないから貸してあげられないって言ったんだ。まあそうですよね。でさ、お金はいいの。でも保証人になってって言うんだ。ダメだよ。お父さんと同じ流れになるよ、これ。お金は必ず彼女が返すから問題ないって。違う、ダメだって。それはお父さんの二の舞だって。まさか。うん。保証人になって反抗しちゃったんだ、バカ！でも、彼女はお金を返すって。連絡が取れないんだ。え？その彼女の携帯に連絡しても全然繋がらないんだ。え？どうするんですか？どうしよう。なあ。俺じゃどうしようもできないですよ。だよな。ああ、どうしよう。こうして歴史は繰り返されんのか。あ、アキラさん。寮の表で人相の悪い奴らがアキラさんのこと呼んでましたよ。回収に来たよ。何者なんですあの連中。ああ、いつらか。借金取りの奴らだよ。あ、もしや前に話してた保証人の件で。そうだよ。で、どうするんです？ 5,000 万でしょ。は、返せるんですか？お前今年給料 5,000 万とかあんじゃねえの？ 6,000 万になってる。え、何が？借金が。どうしていきなり 1,000 万も？利子だって。利子高っ！そんな無理でしょ？大丈夫さ。実は銀行が建て替えてくれたんだ。おお。そうなんですか？よかったじゃないですか。あ、今日にでも振り込みが終わるから表にいる奴らは来なくなるよ。じゃあ全て解決ですね。あ、でも借金は返さないといけないのか。それよりさ、聞いてくれよ。その借金のことで銀行に相談に行ったら証券会社を紹介してくれたんだ。え？株ってすごいよな。電話やパソコンで簡単に株を売ったり買ったりするだけでお金が増えるんだからな。それにさ、証券会社の人が僕だけに絶対儲かるってやつを教えてくれたんだ。あら？これで借金とはおさらばだぜ。大丈夫ですか？何が？なんとなくものすごく嫌な予感が。勇気は心配性だな。ダメでしょ。アキラさん、どうしたんです？暗いですよ。勇気か。もしかして株ですか？はじめは証券会社の人の言う通りにしていたら儲かっていたんだけど、先物取引とかいうのを勧められて、推奨とかなんとかわけわからないこと言われて気がついたら、もしかして借金3億になっちゃった。3億え？ 3 億円？どうしよう。なゆき、100円貸してくれ。100円？ダメだ。すっかり混乱してる。Q の主人公みたいになってる。僕はダメだ。100円貸してくれよ。何言ってるんですか、アキラさん。あなたはプロ野球の選手じゃないですか。3億や10億くらい簡単に稼げるプレイヤーになったらいいんですよ。あなたには才能があるじゃないですか。まあ、それ以上に借金の才能ありそうだけど。借金は男の解消ですよ。本当か？解消で人生失うぞ。信用のない返す当てのない人には誰もお金なんて貸さないですよ。つまりアキラさんはそれぐらいすごい野球選手だっていうことです。頑張りましょう。100円はそうだよな。僕は野球選手だもんな。よし、100金なんて簡単に返してやるぞ。ああ、稼いでやる。3億なんてお茶の子さいさいだぜ。調子乗ってな。ちょっとまた。そうですよ、その息ですよ。はっはっは、頑張るぞ。アキラが借金パワーでパワーアップした。血だな、やっぱりこの一族の血だな。そして最後には、アキラくんは梅干しを見ながらご飯を食べるのがとっても上手です。頑張れアキラ。めげるなアキラ。今、借金は10億だ。こんな人生になってしまいました。
で、最後、アルバムですね。暗がり、アキラくん、借金王です。登録名はアキラ。父親のダメなところを全部受け継いでいるような気がする。はい。彼はこの後、生き残ることができたのでしょうか？彼の続きを見たいので、コナミさん、ぜひ、パワーポケ15発売をお願いします。皆さんもぜひパワポケ続くように応援していただけると嬉しいので、感想、コメントやチャンネル登録、高評価などお待ちしてます。ありがとうございました。